私は醜くて汚いんだよ。妄想すれすれのところまで考え尽くすんだよ。何が虚構でどこまでが現実なのかわからなくなるまで自分の精神を追い詰めて想像する。ここにシワを寄せてこんな感じ。ギュギュギュ。うん、昔の伊坂に戻ってほしい。小さい時みたいに二人で楽しくやっていきたいよ。お父さん、来てくれてありがとう。最低。また昼間から飲んでる。例えば、とある臓器が悪い人間にある特定のビタミン剤を多量に飲ませる。
事故死なんてあり。ずるいよ。私、父もママと同じように病死するんだってずっと思い込んでた。それでその時が来たら、弱った父にあの言葉を、あの時父が私に向かって言った言葉を、絶対言ってやろうって、そのことばかり、ずっとそのことばかり望み続けて今日まで生きてきたの。彼女は立派だ。私の誇りだ。例えば、とある臓器が悪い人間にある特定のビタミン剤を多量に飲ませる。死ぬかもしれないよ。ビタミン剤ならごく身近なものだし、親しい人物が勧めても怪しまれることはない。毎日多量摂取が死因だということが分かっても、その人の体のためを思っての熱心さからという言い訳が成り立つ。しかも憎い相手をたっぷり時間をかけて弱らせてから仕留めることができる。お父さん、あなたは立派でした。私の誇りです。
はきっと、ナルミの名と自分のユリエの湯から取ったんだと思うよ。ナルミにナユとは似合わない、絶対似合わない。ママは私が生まれた時、こんなことになるなんて思ってなかったんだろうな。それはつまり、ママは父に対して何も期待してなかったっていうことだよ。でも、伊佐子の母親がいなくなったから、それで事実かどうかなんてもうとっくに意味がないよ。だってそれに打ちのめされたこと、本当に私の体験で、もう私の中では真実になってる。ショーゴは私に聞きたいことがあるでしょう。嫌い？もし私がそれを本当にしていたとしたら、今ショーゴが考えているような正しくない行為を、もし私が本当にしていたとしたら、私のこと嫌いになる。いらっしゃい。あ、ショーゴ。飛んだ事故があったらしいね。
正しい？それって公正のこと？公正だったら年がら年中作られたり測られたり守られたりしているらしいけど、果たしてそれって本当に常に公正に機能してるかね。そんなものはない。この世で唯一絶対的なもの、それは時間と死だけだね。ナマステ。あ、ショウゴ。会場で事故があったって聞いたけど。大変だったな。